はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、トニーです。新年を迎えましたね。ということでね、これからスマートフォンを買ってもらう人もいるでしょう。スマートフォンといえば、皆さんは歩きスマホしてないでしょうか。その行為がどれだけ愚かなものなのか、実際にねシミュレーションして感じていきたいと思います。どのように注意が散漫して危険なのか見ていこうということですね。それでは早速見ていきましょう。はい、ということでね、ゲームをしながら今歩道を歩いてます。スペースを押すとゲーム内のキャラクターがジャンプしてくれます。で、キーボードの右左でこの道の進路をね変更することができますね。はい、ということで歩きながらどれだけ危険を回避できるのか。で、早速なんですけども視野がね狭まりますね。マンホールが開いてることに気がつくのが少し遅れます。っていうかこの道自体がちょっとおかしいですけどね。さすがにね、こんな道ダメですよね。結構でも歩きながらゲームできますね。はい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 、余裕ですね。で、下のゲームをですねスピードアップしていくようです。ほっと同時にリアルの道もデンジャーになってきてますね。でも危険なものがいっぱいあったとって結構かわせ危険数回回避できましたけど落ちましたね。あれは事故につながるということですね。こういうことを皆さんどういう風に言うか分かりますか。これハインリッヒの法則と言います。これはですね、重大な事故が1件あったその裏には300件の無傷事故、こうヒヤッとした瞬間ですねがあると言われます。で、さらにその重大な事故の後ろに軽傷事故ね、軽い事故が29件、約30件という風なねデータが取れてます。はい、これ皆さん覚えててくださいね。こんだけ何回もやったから全然私は慣れてて大丈夫だと思ったその瞬間、あなたは重大な事故を起こしてしまう可能性があります。気をつけて。ちょっと難しくなってきましたね、だん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 。実際はねもっと複雑なことやってると思うんで、この程度でこんだけあたふたしてるからまあまあ大変だと思います。あ、ちょっと待って、ここまずくない？あ、いけたわ、なんとかいけたわ、いけた今のは無理かなと思ってたけどいけた。え、ちょっと走ってない、走ってないスマホゲームしながら走ってないそれ危険じゃない結構。あ、待って待って、それはまずくない？結構むずいぞ教えてニャロ。やっぱりね、一番何がダメなのかってこの歩道がダメだと思うんですよね。もっとちゃんと囲っとかないと子供とか落ちちゃうから。こんなんもう手すりでもう何もないもん、これ穴開いてるだけだもん、これこのコーン置いてるだけだぜ。これはちょっと日本じゃ考えれないですね。はい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 、え、めっちゃむずいんだけどいや今のはですね、走ったのが悪いということになりますね。歩きスマホしながらスピード上げちゃったらもうそれは事故ですよね。なんで走ったんだ、メロスじゃないんだから。いいんじゃない、いいですよ。あ、この道いいですね、いい道を選んだ我ながら。はっほっほっほっぱっまっまにゃん。ということでですね、歩きスマホがこなれてくるまで10回ほど死んでいますんで、歩きスマホこなれたいという方は、まあ、10回ほど死んでいただくしかないという形になります。でね、こちら、ゲームなんですけども、ダブルドジャースっていうゲームなんですけどもね、フリーゲームとなっています。で、やりたい方はですね概要欄の方に URL を貼っておくので、そこからやってみてください。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。トニーでした。またね。